京都テックのゲームワールドの特徴なんですけども、4年生と3年生がありまして、4年生がスーパーゲームクリエイターワールドという総合的に学ぶ専攻になります。一番の特徴としてはダブルメジャーカリキュラムというものを行っておりまして、ゲーム以外の IT 系の授業であったりとか、映像制作の授業であったりとか、 e スポーツの授業であったりとか、学生が希望するものがあれば学ぶことができるようになっております。今年で初めて1期生がちょうど授業を終えた形になってるんですけども、ユニティのスキルを学んで実際に作品を作ることができるようにという形の内容で進めてきました。ユニティラーンのレッスン内容を順次カリキュラムフレームワークの内容に沿ったもので、あとは難易度についても、基本は初めてユニティを触る学生が多いということなので、初心者向けの内容から進めていく形で授業の方を進めていきました。ユニティラーンにつきましては、現在では日本語にかなり翻訳された状態のレッスンが増えてきていますので、初めてユニティを触る形の学生であっても取り組みやすい内容になっていると思います。いろいろなジャンルのコンテンツを作っていきたい学生がいると思いますので、どういった点から学んでいくべきか、たくさんの機能がユニティにはありますので、自分が何を作りたい、どういった方向を目指したいのかっていうことに合わせて、カリキュラムフレームワークのカリキュラムを参照しながら学んでいくことができるという点がメリットが大きいと感じております。構造がここから順番に学んでいきましょうみたいな形にしっかりなっているので、到達度自体チェックできる内容になっていると思いますので、自分がどこまでのスキル、どのスキルが足りてて足りていないのかというのを自分でセルフチェックをしながら学習を進めていけると思います。カリキュラムフレームワークの中で掲載されている認定試験、プログラマー向け、デザイナー向けあるんですけれども、それぞれユニティを使った授業をこれから進めていく中で、実際に学生が学んだ、自分が学んだどのくらいのことができるかということを認定試験の方を活用させていただいて、例えば足りないところ、どこができているのかできていないのか振り返りながら、さらに学習を進めていくことができると思っています。まずこの画面の操作から分からなかったので、それを見て、あ、これがこれでみたいなのと、あとプレイハブとかっていう用語も全然分からなかったので、そういうのを調べるときに使わせていただきました。迫り来る宇宙生命体と次々と変わる戦況を頭で考えながら、理解しながら、把握しながら、立ち回って困難を乗り越えていただこうっていうのがコンセプトとなっております。船とかキャラクターというのは全て学生が一から制作したものになっておりますので、 CG 面でこだわりました。やはり1年生っていうこともありまして、ほとんど全員がユニティについての知識がないという状態だったのですが、そういう時に知識を入れるためにカリキュラムフレームワークを使わせていただきました。特にナビメッシュやパーティクルとかについてはなかなか授業で取り扱ってもらえないことでしたので、それを参考に作らせていただきました。